隊激走江戸ガラスからチャリンコ歌舞伎組で自転車の宙乗りを披露する橋本良一51 51 51 51、ギャラリーページで見るハイハイジェッツの井上瑞稀23と橋本良23が5日東京新橋演舞場でダブル主演舞台激走江戸ガラスからチャリンコ歌舞伎組からの初日を迎えた。元禄時代の江戸を舞台に同心の手先として町の浄化作戦の任にあたる布袋和右衛門、井上と荒くれ者集団江戸ガラスのリーダー針金団7橋本が力を合わせて悪を成敗する物語。井上は所作や言葉遣いなど初めてのことに苦戦しましたが、成長を実感しながら楽しく稽古を重ねてきましたと解雇。自転車の宙乗りに挑戦した橋本は、伝統ある演舞場で宙に浮くのは昔から憧れていたので叶えられて光栄ですと大感激していた。27日まで同所で、11月2日から10日に大阪松竹座で上演される